はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ということでですね、昨日の動画をご覧になっていただいた方は分かると思いますけれども、フロリダに我々来ておりますね。はい、で、今宿泊しているあのアパートからお送りしてますので、はい、いつもとちょっと音響が違うと思いますけれども、かなり反射しているんでね。はい、はい、で今日はですね、タイトルでも分かる通り、2016年重大ニュース。はい、10代、まあ、そう、振り返り、まあ、10代じゃない、去年も言ったけど10代じゃない、多分10小ニュース、はい、をやっていきたいと思いますね。はい、でちょっと緩くやっていきたいと思います。飲み物を飲みながらやりますね。はい、はい、ライブみたいにね。そうそうそう、一つ目ですね、マエチャンネルウォーズシリーズ、はい、これはね、今年3本動画出しましたね。エピソード1、2、3。そうそうそう、エピソード1エイシン君とパパで外でこうチャンバラやったんだけど、チャンバラして、でエピソード2、3は勝又博物館の勝又さんと一緒にコラボさせていただいてね、うん、ちゃんとねスタジオ借りてやりましたね、うん、はい、ぜひ見てない方は見てみてくださいね、はいはい、2番目、チャンネルアイコン変更ですね。これ今までね、私と坂本龍馬さんだったんですけど、うん、それをですね今年変えました、はい、私とエイシン君に変えましたね、うん、はい、今までね、かねてよりですね、なんで坂本龍馬なのってよく言われてたんですけど、それを今年思い切って変えてみました、はい、3番目、スーパー戦隊の視聴終了、はい、はい、これはですね、結構大きなニュースだったね、うん、我々ですね、ジュオジャは見てないんですよ、エシ君たまにちょこちょこ見てたかもしれないけど、ちょこちょこ見てない、僕はね、全くジュオジャ見てない、うんうん、でも、パパ、来年のキューレンジャーは見たいんだよね。そう、見たい。あれはね、宇宙がテーマだから、星座がテーマだから、ちょっと見たいなと思ってる。まあ、衛星から見なくても、パパ一人で見るわ。多分、地球だと思うんだよね。キューレンジャーだよ。え、そうなの？わかんない。だって、9人いるからキューレンジャーじゃないの？地球儀をこうやってセットして回すから。ああ、そっかそっかそっか。そういうことね。うん、なるほどね。4番目、衛星君、ギター披露。はい、これですね、今年、まあ、3ヶ月ごとにギターを披露してきたんですけども、はい、習ってるギターね、うん、実はですね、まだ4回目が出せておりません。すいません、本当にすいません。これはね、来年早々にやりたいと思いますので、ちょっと、ね、年末時間がなくてできませんでしたね、はいはい、5番目はですね、これ大きいね、うん、YouTube Next Up 2016に入賞、はい、これはね、もうすごいパパにとっては大きなニュースでね、5月と11月に今年あったんだけど、その5月の方に入賞しましたね、はい、これまではですね、瀬戸さんとかカズさんとか ABTV ネットワークさんとかめぐみんさんとか佐々木朝日さんとかをこう輩出してきたネクストアップだけに気合い入ってたんだけどね、ちょっとうちは滑っちゃったかな、わからないけど滑っちゃったの、滑っちゃったかもしれない、はい、あの動画の勉強をいっぱいさせていただいて、その後もね、 Google さんからですね、いろいろ支援をいただいたりしてね、うん、あの楽しい半年でしたね、はいはい、6番目はですね、これエイシン君にとって大きい、虫キング甲虫にハマる、はい、これはですね、セガさんとのちょっとコラボみたいな形で、あの虫キングのお仕事をさせていただいて、それからすっごく甲虫が好きになった、もう特にカブトムシ、クワガタムシがもう超好きになってね、うん、去年まで全く触れなかったのに、もう大好きで、もう生きたこうカブトムシとかクワガタも持てるぐらいまでなったからね、うん、カブトムシはここに普通に載せたよ、もう。そうだね、うん、あの学校の図書館とか、市の図書館とかでも虫関係の本を借りてきて、かなり読んでるから、うん、結構詳しくなってますね、自分はね、うん、サンタさんまでにもカブトムシもらいたいって言ったほうがだからよっぽど好きです。来年は本当は取り行こうね、うん、はい、7番目はですね、チャンネル登録者10万人突破。いやー、これすごかったね。まさかうちらみたいなチャンネルが10万人突破するとは思ってなかったので、うん、それであの銀のボタンが出ましたね。あ、そうだね、再生ボタンもいただきましたね、うん、結構届くの遅かったけどね、うんうん、8番目はですね、U フェス2016大阪に出演させていただいたってことですね、はい、まあ、先ほどの虫キングもそうなんですけど、虫キングもね、あのイベントに出させてもらったんだよね、うん、あれも 何十人、30人ぐらいいたんだけど、 U フェスの方は何百人の前で立って初めてステージの上でお話ししたんで緊張しましたね、うん、でもまあ出たのは5分ぐらいなんだけど、うん、でも楽しかった。でもえいちゃんが瀬戸さんとカズさんかなって言った時に瀬戸さんが出てきてくれた。あ、出てきてくれたよね。嬉しかった。そうだ、面白かったね、うん、9番目はですね、エイシン君一人レビュー。これはですね、かねてから、やらないんですかって言われていたやつを初めて試したものですね、はい、エイシン君は、なんだっけ、昆虫ハンター。あ、そうそうそう、あの虫の、カブトムシ、クワガタ、オオクワ、
の食玩をですねレビューしたんですね。本物に超そっくりって。そうだね、うん、また来年もやりますか。あれはうんやってみたい。うん、分かった。じゃあ何かエジン君が興味のある素材をちょっと見つけてやってみましょうかね。はい、ではですね10番目に行く前に辞典ですね、はい、スターウォーズプラモにハマるまずね。これパパ結構、ね、そう結構ハマってちゃんと塗装までやるようになったりして、うん、ボバフェットとかあとはミレニアムファルコン号とかそうそうそう、うん、ああいうのとかスレーブアンとか塗装したりして、ね、X-Wingとかザーサーサーやりましたね、うん、はい、2番目エイシン君にドッキリシリーズこれも2回しかやってないけど、はい、1回目エイシン君にゴキブリのおもちゃを仕掛けるドッキリで、うん、2番目はあのポテトチップのこう開けるとボヨーンって出てくるやつ蛇が、うん、やってみましたね。すごいあれも両方びっくりした。そうだね、面白かった。1回の方がギャーってなっちゃったけど、またね間を開けないとあれエイシン君驚かなくなるんで、うん、またそのうちこっそりと仕掛けたいと思います。はい3番目京都鉄道博物館、うん、これもずっと行きたかったやつだよね、うん、今年リニューアルオープンして、寺田茂樹さんと一緒に行かせていただきましたね、はい、前の梅小路蒸気機関車館も寺田さんと一緒に行って、うん、寺田さん超詳しいからね、うん、一緒にいろいろ回っていただきましたね、うん、はい、4番目美に目覚めるってやつちょっとねパパはなんか美容系の、ね、動画を今年2本これもアップしたんだけど、うん、あの盛大に滑ってますね顔のパック、フェイスパックとあとコンシーラーってお化粧あれをちょっと試してみるのをやってみました。来年もやるかもしれないあれ。うわーやるのかでは、マイチャンネル今年の重大ニュース最後ですね、はい、はい、10番目はベイブレードバーストフィーバーですね、はいはい、これが一番だったことですね。そう、もう今年ね、去年の10月か11月ぐらいにベイブレードバースト初めて買って、うん、で今年すっごい流行ってたんでね、うん、それに乗ってうちの動画もベイブレードバーストすごい伸びました、うん、新製品が出たらもう買ってすぐシュートして遊んだりっていうねいろいろやりましたね。まあね、まだ我々ね下手くそなんで、はい、あのそういうコメントもいっぱいいただいてますけども、はい、すいません、まあこれはね徐々に慣れていくしかない、本当に徐々に上手くなっていくしかないんですよね。はい、ということで2016年マイチャンネル重大ニュース、以上でございました、はい、今年のね途中からマイチャンネル見始めたとか、ずっとマイチャンネル見てたけど全然こういうのやってたんで知らなかったっていう方いらっしゃいましたらぜひですね、説明概要欄の方にリンク貼ってますのでぜひご覧になってみてください。はい、はいはい、ではですね2016年これが最後の動画になります。今年も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。はい、しばらくですね、まだフロリダ関連の動画が続くと思いますけれども、よろしくお願いします。ということで、今回は以上でございます。良いお年を。